こんにちは。こんにちは。今日はね、中身ねえじゃねえかって思う人がいる可能性がある話です。なんか当たり前のこと言うだけだから、これただ意外とそれが分かってない方とかね、菊池とかね。は？分かってるし。ダーツ投げに行くじゃないですか。おう。で、いつもと違うとこ行ってみたりすると、あ、ここ台遠いな、近いな、高いなとかって思うことあるじゃないですか。ああ、まあまああるね。同じ台なのに、まあ距離感はともかく雑に並べてる場合もあると思うから、お店さんがね。だ、距離感はともかく高さなんて絶対変わんないのに、靴を変えたりしない限りは同じ靴履いてるのにさ、高えなとかって思うことあるわけですよ。まあこれは明るいくらいっていう理由もあるらしい。店内が明るい方が近く感じる人が多いらしいで、まあそういうことらしいんですよ。で、あと投げてて台遠いなって投げてから思う場合ね。あ、ある。そっちの方がある。届かないみたいな、うん、僕一発で解決するから。内容が薄いなって思う人が存在してくる可能性っていうのはここです。リリースが遅いからです。解決。いつもよりリリースが遅いのよ、そういう日って。だから届かないの。こっからここでめっちゃ力入れて投げようとするから、こんなに力入れてんのに届かないのよ、ブルに。だから下に行くのよ。うわ、全く届かねえっていう時は、体が重かったりとか、なんかいろいろ違うじゃないですか、体の調子って。日によってリリースがいつもより遅くなってるだけ、それによって。だからちょっと早めに投げてみたら全然届くし、なんなら上行くから。台遠くね、じゃなくて、体の調子的に今日リリースが遅い日なんやって思ったら解決することがあると思います。え、何？いや、いや、何？そんなことない。遠い。遠いとダーツライブのカーペットでさ、台のさ、下にこうやってさ、敷いてさ、ここに線が引いてあってさ、スローラインでなんか白い線がピーって引いてあるダーツライブのカーペット、わかります？長いやつでしょ。そう、長いやつ、長いやつ。あれなんてさ、距離絶対に正しいわけじゃん。正しい位置でこう台がさ、線に対して引かれてたら。なのに同じカーペットだよ、うん、同じ線の感覚なのに、うん、いや 100% ここ第一系だろって思うお店が1個あんのそこって明るいのよ、すごい。はいはい。だから、ああ、そういうことなのかなと思うね、俺。めっちゃ近く感じるのよ。そしたらアホみたいに入るじゃん、近いから。錯覚でしょ。そう、台が遠いと感じるのはリリースが遅いから遠く感じてる時がありますっていう話です。車に乗ってエンジンかける、とりあえずこう。逆だったらごめんね。うーわ。でも逆だとしたら、俺が近いと思ってるあのお店は何なんだろうと思うけど。現に近いとしか考えられないけど、